はい、今回はこの小さなパーツ、マジックティップワンウェイまたはスリーウェイ、これの違いをですねお話ししていこうかなと思います。まあね、気になる結論を先言いますと違ってきますので、ね、それをね詳細にお伝えできたいなと思います。それではよいしょ。改めましてレジェンドの山下です。本日もよろしくお願いいたします。さて、今回もう一度お話の趣旨としては、このねマジックティップワンウェイ、スリーウェイ、こちらはワンウェイですね、スリーウェイですね、これの違いの説明をしていこうと思います。まあこういったチップはですね、こういった業務用マシン、まあうちはですねロケットなんですよ、ジオットエボ R ってやつなんですけど、まあジオットのアパルタメントもそうですし、シモネリのオスカー1、オスカー2もそうですし、まああとは EGM もそうかな、要はそのタンク式エスプレッソマシンとか、まあそういうのを購入された時にですね、特に本当にねマジックティップがあった方がラテアートは鬼やりやすくなります。ぜひねマシンを購入際にはもうそれもね検討して一緒に購入された方が絶対いいです。本当にね世界が変わるので。そして、このまあそもそもこのワンウェイとスリーウェイの違い、これなんじゃいなっていう話ですのでね、それを説明していこうかなと思います。でワンウェイとスリーウェイで一番何が大きく変わるかっていうと、フォームメディックの出来上がり時間がむちゃくちゃ違います。はい、やっぱりねこういったワンウェイに関しては穴が1個なんで、まあ蒸気を絞ることになるんですよね。ですのでパワーが弱まるんですよ。でこっちはスリーウェイ、同じくちょっとは絞るんですけど、やっぱワンウェイよりも蒸気の力が強いので、スリーウェイの方がフォームメディックできるスピードが圧倒的に速いっていうのがありますね。だからまあ全体にワンウェイとスリーウェイどっちを買うかって考えると、お違うねこれ逆だね、はい、提供のスピードだと思います。もう本当にねスピード重視でいく場合はもうスリーウェイ、はい、スリーウェイですね。でいやもう丁寧にいく、もう初心者だから丁寧にいくっていう場合はワンウェイみたいな感じで考えてもらったらいいんじゃないかなと思います。そしてフォームメルクの出来上がりの質に関してなんですけど、ワンウェイもスリーウェイもそんなに変わりません。はい、スリーウェイの方がわずかに綺麗なような気がするぐらいですね。あんまり変わらないような気がしますね。うん、で価格もそんなに変わらないんですよ。そうなんですよね。だからあとはそのやりやすさのところなんですけど、まあ、やっぱりねこう液体がこうキューンと回る感じがね分かりやすいのはもう圧倒的にこのワンウェイです。はい、もうね牛乳が分かりやすくピッチャーなんかビーって回るんですよ、フォームミルク作ってるんだ。でスリーウェイはねちょっとややこしい動きをするので、ある程度理解していないとえってなると思います。そうなんですよ。だまあそのねワンウェイとスリーウェイ両方ともねラテアートを作っていくので、まあ、できるスピードもそうですし、まあ、その液体の回り具合をですねちょっと見てもらっていいんじゃないかなと思います。本当にね変わるんでね、ぜひご覧ください。それでは初めにですねワンウェイを取り付けていこうかなと思います。一つはですね、はい、それではいくぜ。あ、そう忘れてました。それとスリーウェイ、こっちはスリーウェイに関してなんですけど、一応メーカー側としてボイラー式、こういうタンク式ではなくてボイラーの水道直結のでかいマシンにめちゃくちゃいいですよということが言われてます。ですのでこの今回はロケットにつけてありますけど、実際もっとハイパーのものにつけると条件が変わってくるかもしれない。いや多分ほとんど変わらないんですけどね、一応保険として言っておきます。変わるか場合があるので、まあご了承くださいって形ですね。それではワンウェイからラテアートしていくぜ。はい、それではですねワンウェイの方が実際に作っていこうかなと思います。はい、1つ、はい、まあ、パーツなんかパワーは強そうなんですけど、まあさてどうなんでしょうかってとこですね。はい、見えますかね、もうこういう感じで分かりやすく回転してるのが分かりますか、ね、中はもう放置するだけなんで、ね、ずーっと待ちます。ほんとね、コクーっとまま開けます。はい、こんな感じです。
はい、こんな感じ。はい、次は3ウェイですね。はい、よいしょ。でね、これはね、動きがね、本当に分かりにくいと言いますか、見えるかな、結構ゆっくり回転するような感じなんですね。あとはやっぱりこう短時間なんですよね。じゃあスピードは速い感じがしますね。はい、まああんな感じでね、3ウェイと1ウェイは違ってくるみたいな感じです。ちょっとね、ラテアートの動画撮りながらって難しいね。ちょっとなんかアングル研究します。まあ両方ともレイヤーハートだったんですけど、まあ感染の度合いとしては本当にあんまり変わりがないんですよ。そうなんですよ。ただやっぱりその3ウェイの方が泡立てる時間は短いし、完成時間も短いみたいな感じですね。ではいただきます。はい、これ3ウェイですね。そして1ウェイの方もよいしょ、いただこうかなと思います。いただきます。うん、どっちもグッテイストでございますね。めちゃくちゃうまい。うん、ただなんかわずかに気持ちの問題なのかもしれないですけど、スリーベイの方がなんか美味しいような気がする。まあこれはね、気のせいかもしれない。うん、うん、うん、スリーベイの方が美味しいような気がする。ちょっとね、ぜひあのワンウェイスリーベイ持ってる方、ちょっとコメントいただけたらなと思います。なんか美味しいような気がするで、最後にワンウェイとスリーウェイなんですけど、あのね、こう土もあったと拭くじゃないですか。その拭くんですけど、その時にね、このスリーウェイ拭きにくい、この複雑な形状拭きにくい、結構ね拭き残すですので、あの潔癖症な人はねちょっときついかもしれないですね。まあどうでもいい話なんですけどね。はい、そんな感じでね、ワンウェイとスリーウェイを使い分けてもらったらいいんじゃないかなと思います。はい、まあ、結論としては、もう早くラテアートをいっぱい作っていきたい場合はスリーウェイ、丁寧にゆっくりやりたい方は、また初心者の方はワンウェイっていう形でいいんじゃないかなと思います。そんな感じで選んでいただけたらなと思います。あんま変わらんねそんな感じでちょっとグダグダでしたけど、また次の動画でお会いしましょう。